これもだから見た人の解釈でいい映画だと思うんだよね、うん、正解を求めるのは正解じゃないという映画だなと思いました、うん、だからこう見終わって物足んないっていうのが考えていくと、うん、この物足んないのが埋まっていくのよ、うんうん、シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです、本日は逃げ切れた夢について語ってまいりたいと思います。では早速 T さんいかがだったでしょうか。はい、すごく静かな映画で、うん、なんか日常を描く映画って結構いろいろあるけど、うん、さらに日常感を感じたのでよ、それがいいんだろうなと思いながら見てたんですけど、結構飽きちゃってる方ももしかしたらいたのかなとか思って私はすごく最後まで集中してみたんですけど、はい、素晴らしかったです、松石健さん、うん、はい、これね、主演の三石さんが教頭の役だったんで、若干ちょろっと怪物のことが頭をよぎったり、ああ学校の先生の役がまた同州近くでやるんだなっていうのもなかなか面白く、うん、あと波紋とも使ってるし、ね、そうですね、そうですね、うん、だから波紋の三井さんとはあまり差がないいやそれはちょっと違うでしょ、波紋で逃げて九州で先生やってたとかうんうん、うん、まあちょっと繋がってるキャラクターでもあるけれど、うん、ちょっと違う、違いますよね、わ、うん、かります、わかります、うん、まあこっちの三井さんの末永周平は、うん、まあ割とそこまで悪いやつじゃないし、まあ、普通の、うん、普通の頑張って生きてきた、ね、普通の定年前のおじさんだよね、うんうん、だからまあ本当 T さんのように普通の日常、うん、で頑張って校長になりたかったけど教頭止まりみたいな、いやその校長になりたかったらもう本音じゃないと思うんだよね、あそっか、うん、いやもちろん解釈次第なんだけどね、お願いします、いやその前にまず僕感想が言ってないじゃんこれはだから、うんと、あれだよね、逃げ切ろうと思ったけど立ち止まっちゃった男の話だよね、うん、だからあれだよね、なんかこうたくさんこうなんていうの、解釈があって、これもだから見た人の解釈でいい映画だと思うんだよね、うん、まあだからあんまりこれも正解とか求めるのは、うん、まあ、正解を求めるのは正解じゃないという映画だなと思いました、うんうん、いろいろな見方があってその人のバックグラウンドによって見方が変わる、そういう映画で、最近まあそういう映画が多いんだけど、うん、さらにその最たるもんではないかなというふうに思いました。だから今佐藤さんの発言を否定してしまいましたけど、俺、うん、校長になりたかったのは、うん、それすらも僕は否定したいわけだよね、やっぱり、うん、この人言ってるだけの人だからほぼ、うん、そんなに深い考えはない、平穏無事だったらそれでいいのかな、だから逃げ切ろうと思ってんじゃない、どっかで、やっぱり定年無事終えられればいいと、まあ、っていうか普通に人生を全うすればよかったんだと思うんだけど、うん、立ち止まらざるを得なかったっていうのが、うん、ちょっとこの人の誤算だったってとこだと思うんだよね、はい、じゃあお願いします。ネタバレしますよ、ネタバレですよ、最近思うのは、でしたよ、最近思うのはこの竹下のジングルがネタバレ告知になってるのかどうかちょっとだけ不安になるんですけど、いやどうせこれネタバレって入るんでしょ、だってだからいいんだよ別に、なってますいいんだよ別にジングルなんかどうだって、なってます、今度あれだよ、ちゃんとクリスマスの時にジングルベル歌うから、はい、ということでまあここから完全にあれだよね、普通の人生を生きてきてそのまま逃げ切ろうと思ったら逃げ切れなかったって人のお話だよね、うん、しかもこれその吉本美優さんが演じている平賀みなみも立ち止まってるんだよね、うんうん、だから別にその年齢で立ち止まったっていう要因ももちろんあるんだけど、うんうん、ことほどさようにものすごく年齢で立ち止まったっていうことではなかった、うん、たまたま彼が立ち止まったのがその定年あと1年で定年っていうところで、たまたま立ち止まらざるを得ない要因で立ち止まっちゃったっていうことだよね、うん、そこになんかすごいこの作品のポイントがあって、うん、そうするとやっぱりこの60前後の男、まあ、50いくつの男の悲哀っていうのがやっぱりポイントとして見えてきてしまうっていうのが、うん、まあこの作品のポイントなんじゃないかなと思う、うん、しかもこの主人公の末永周平っていうのが監督の多分意図だと思うけど、必要以上になんか一般的な男として描かれてるっていうのがあって、
すごくマッチョでもないけど平気でセクハラの発言してるし、うん、すごく優しいけど他人に関心がないし、うん、でやっぱり自分好きだし、うんうん、っていうのがすごいなんか監督のアイロニックな視点を僕はすごい感じました、うんうん、で多分ほとんどの人は見るとこれ、うん、ここで終わりって思うよね、多分 100% も、うん、俺も思った、うん、ここで終わり、俺一番思ったのは吉本美優ちゃんにじゃあ元気でなぐらい言えよって思った、うんうん、あんななんか後悔がどうのとか言って、うん、せめて最後じゃあ元気でなぐらい言ってされよと思ったけどね、それすらも言わない。でも監督はあえて言わせてないわけだからさ、言わせない男なん、言わない男なのよ、うん、こいつは、うんうん、あんまり他人に興味がないんだよこれ大体、あんないろいろぐちゃぐちゃ言ってるけど全部自分に言ってるからね、うん、俺あのちょっと分かんないのは、うん、自分が病気だっていうことを、うん、なんでちゃんと言わないんだよ、ね、言えないんだよ、なんで言えないんですかね、言うとなんか変わっちゃうと思ってんだよ、俺だっつってよく分かんなかったな、いや言えないんでしょ、うん、まあそういう男なんでしょうね、そういう男なんですよ、うん、でも言いたいのよ、でも普通は言って同情を引きたいっていう方がまだ分かるんだけど、同情を引きたい、うーん、だってそうじゃないですか、定年直前で病気になっちゃって死ぬかもしれないって、生存率何パー、 50% ですかみたいに言ってましたからね、生存率なのあれは、あの5年生存率とかなんかそんな感じなのか、そうなの、うん、違うと思う、発症率、うん、っていうかあの進化する率じゃないかと、うん、病気が、まあ、そこはちょっとはっきりとは言ってないか、いやあれは死ぬ、俺もなんかねちょっと、いやちょっと死ぬのかなと思ってました、いや全く僕はそう思わなかったけど、うん、まあいいんだよこれも、うん、あのそれぞれの、まあ、もしくはそのあのはっきり死ぬかどうかわかんないけど、その可能性が5年で完全にボケるって話なんじゃないかと僕は思ったけど、ね、うん、あそうかボケるのか、うんうん、ちょっとボケてますよね、だから病気、うん、まあ本人はねやっぱりそのアルツハイマーなのか、もしだから鎖口腕だったら多分収容だよね、うんうん、あだからすいませんそれは、うん、まあ、確かに死ぬっていうよりは、うん、あのこれから俺は地方症になる可能性があるよぐらいは言ってもいいと思うんですけど、うんうん、まあそれは言わないのはそういう男だからって、ね、まあ言いたくない人なんだろうな、でも言うとはすんだよみんなに、うん、で一応だからね奥さんと娘にちょっと話があるんだっていうのは話し始めた時は一応言おうと思ってんだけど、うん、ね、やっぱり言えないんだよ ね、 いやかわいそうだね、でしかもそのなんだっけ松重さん演じる石田にも一応言おうとは思った、うん、言おうと思って酒飲むんだけど石田にすら言えないです、ね、石田にすら言えないんだよ、うん、でも吉本美優にはペロッと言っちゃうんだよね、うんうん、これ酒井真希さん演じるアキコ、うん、これ不倫してるんですか、ね、ダブル不倫でしょ、ダブル不倫っていうか、もともとは多分三石健がその不倫したことで、うん、仕返し的なこともしてんだと思うんだよね、もともと俺が悪いんだしって言ってるし、うん、でしかもそれ社長の秘書かなんかやってる時に社長とできちゃうんだよねこれね、うん、っていうことを匂わしているよね、そうですね、うん、だから抱きつきに行ったらはっってこと、何とかって、まあそれはまた別で今更この年になって何してんのよっていうことだと思うんだけどね、うん、まああれや、ああいう反応されちゃうとな、いやああいう反応するでしょ普通、するか、だって瑛太くんもそういう反応してるよ、うん、うん、そっか、なかなかちょっと中年の悲哀、老年の悲哀、うん、っていうよりこの人の悲哀だよね、これを中年でくくるのはどうかと思うんだけど、やっぱこの人の生き方としてああいう生き方をしてきたわけだよね、まあ、だからそれに対するしっぺ返しっていうか立ち止まったことによって自分が見えてしまうわけじゃない、初めて、だから逃げ切れなかったんだよね結局彼は、うん、もし彼が逃げ切れたら最後まであのどうでもいい男として生きてきたんだと、生きていったんだと思うんだけど、立ち止まったことによって自分がある程度こう見えてしまったっていうのがちょっとやっぱりこの男の悲哀だよね、うん、でそれをだから60前後でくくるのは、じゃあみんなこの時代のこの頃の男はみんなこれなのかっていうことになっちゃうけど、うん、そうではないと思うんだよ ね、 そうですね、しかも立ち止まってるのは完全に吉本美優も演じてる平賀みなみさんも立ち止まってはいるわけよ、うん、このまだ20いくつで多分その30なのか、そのある種の年なのか、5年その蕎麦屋で働いてきたけど
全然そのお金も稼げないし、だったらもうここまで来たら開き直って中洲でキャバレーに勤めるのかソープに勤めるのか分かんないけど、うん、月50万ぐらい稼いで3年やり抜いて、そうするといくらなのか知らないけど、それでどっか行っちゃえってね思うわけで、しかもでこの教頭が言うじゃん、またどうせ外国へ行かないとは思ったけどね、うん、でそれも別にこの人そんなに深い考えで言ってないよ全然。 そうだね、うん、そこがまたこの男の嫌なとこであり、まあ可愛いとこでもあるっていうのが、この男のなんていうか生き方につながってるよね完全に、うん、一瞬あの落とされてますからね、えあの食い逃げした時に、あ、うん、でもあれもなんかちょっと作為があるような気がするんだよ ね、あの確かにお金払わないで出ちゃったとこまでは素だと思うんだけど、あそこで金払わないじゃん手に銭持って、ね、うん、なんかあそこは あれはちょっとよく分かんない、作為だと思うんだよ、作為っての監督のちじじこの人のわざと払う、うん、わざと払わなかったんじゃないかな、んで分かんないけど、なんとなく払わないたくなかったんじゃないかと、あれちょっと分かんなかったですね、うん、僕は作為と見たけど、あれもだから見る人によってはどう見るのかだよ、ね、うん、T さんどう思いました、そこでまた忘れたんだと思う、渡すの出した瞬間に何してたか忘れて、でも金しまうよね、だからあれ何持ってんだろうって、何持ってるっていうの財布にしまってるからね、うん、もうあの時点で俺は作為だと見たんだけど、あの一発目の忘れたのは本当に忘れたと思うんだけど、彼女が追ってきてお金払うよ手に持った財布に入れますっていう時にはなんかもう俺病気なんだよねって、あれも作為じゃねえかなと思う、うん、でも T 三節の、うん、それすらもまた忘れちゃったっていう、まあ、そういうこかあの見方もある可能性はね、これ映画はもう見た人のもんだと思います、まあまあ でもあれ病気だったら、うん、あそんな退職金まで未払いっていうか停止まではなんないですかね、なんのかな、いやなんないよ絶対なんない、うんうん、病気なんないし罪にも問われないですよ、うん、まあ後でお金でも本人が言わなければね、うん、その可能性はなくはないと思って、うんうん、でもたかだか800いくらとかでしょ、うん、だからそこまではならないと思うけどね多分、うんうん、まああとこの男が病気なんですって言えるかどうかってのあるけどね、うんうん、でもすごく演出とか物語もこう、うん、淡々と進みますよね、うんうん、長回し多いしね、なんか監督も全てのシーンを歩くように自然に撮りたかったし、どのシーンもつぶ立たせないようにしようと考えて、うん、なんかこう埋め込んでる感じだよね、うん、日常を、うん、これあのキノフィルムさんの制作なんですけど、うん、企画がドンギュクラブさんで、うんうん、これ全然知らなかったんですけど、ドンギュさんって今キノフィルム参加なんですね、え知らなかった、うん、そう言われてみればなんかその話ちょろっと聞いたっけ、ちなみにこの話したけどね僕、うん、そう、佐藤さん、そういえば聞いたっけと思い出して、しかもそのドンギュの社長と飯食った次の日に、うん、そのニュース読んだんだよって話もしたけど ね、うん、でも全く覚えてないんだね、いや俺も三井試験さん状態だ、ね、うん、つうかもうずっとだけどね、やっぱり、うん、でもだとするとこれ木野さん全体で、うん、まあ企画して、うん、でまあ配給したっていう、まあ、多分これフィルメックス その新人監督賞を取った時にこれ脚本で取ってんで、その時にだから企画として取り上げたんだと思うんだよね、うん、それで三石さん主演だったらどうですかっていうことで、まあ上の方には企画が多分これ商売的には難しいっていうのは送り手もみんな分かってるから、まあある程度だから映画祭とか出して手を作ってこじんまりとやるっていう考え方だと思うんだよね、それなりですもんね、作品としては非常によくできてると思うけれど、やっぱりなかなかビジネス商品として見ると誰が見ても物足りないと思うんだよ、うん、これはなんかすごい出来事があるわけじゃないもん、いやいやそうじゃなくてエンディングが、あエンディング、うん、まあね、いくら出来事なくてもこれで終わりかよって多分思うと思うんで、そこはやっぱり竹内さんだったら最後声かけて終わり、うん、うん、どうっていうか後ろ姿で終わらせるのはちょっとないなと僕は思うけどね、なんか川っぺりに行って顔のアップで終わりたいかな俺は、でもそれだと多分やりすぎなんだと思う、二宮監督の頭の中で言うと、うん、でも僕は多分やりすぎで終わらせたくなっちゃう、すごく映画的な終わり方になっちゃう、もうちょっとだから含意をはっきりさせたがると思う僕だったら、でも多分二宮監督はその含意すらも含んでるこの意図を戦場的というか際立だから粒立たせたくなかったんだってことでしょう、ね、うん、
だからその日常感の中で終わらせるっていうことで、うん、声もかけずに後ろ向いて歩いてるとこで、そこで終わりだよね、その延長上で。まあ、ここにも自分が作りたいのはフィクションだけどできる限り嘘のない世界って書いてらっしゃいますね、うんうん、まあでもフィクションはフィクションですけど、うん、でもそうするとまあすごく映画的にはこう強烈になんか訴えかけるとかっていう作りにしてないと、うん、まあでも余韻はたなびくし行間はすごいし、うんうん、こういうだから単館の映画が好きな人には多分いつまでもいろいろ考えるし、うん、まあそのもうちょっとこう何送り手のことまで考える人だったら監督はどうしてあの終わりにしたんだろうとか、うん、そういうことも多分考えると思うんで、まあその1300円なり1800円なり払ってしばらくずっと考えるだろうなっていうのはあると思うんだよね。そういう意味では非常にお金かけ、お金払って戻ってくるものは多い映画だと思うけれど、まあその起承転結がはっきりした、物語性はっきりした、全て説明してくれるテレビドラマのような映画を好きな人には相当物足んないし、まあ、下手すると何言ってるか分かんないよなって思う人も多いだろうとは思うけどね。まあそうですね、うん、まあでも鑑賞方法は決して悪くはなかったか、まあ、一応そのコピーとかでは説明はしてるけど、うん、この説明してるコピー通りとは僕はやっぱ思えないんですよ、ね、うん、人生のターニングポイントを迎えた中年男が適当にしていた人間関係を見つめ直すおかしくも切ない物語で、新たな一歩を踏み出すまでの日々を描いた希望の物語とは僕は一切思わない、うん、新たな一歩じゃないな。でも一応ほらあそこで立ち止まってみんなにその病気だよってことを言って、あと退職もするって言ってますからね。そうそう。ということで、まあ、新たな一歩を踏み出すとは思うんだけど、希望の物語とは思えない、うん、うん、でこの希望があるかどうかは見た人の自由だと思うよね、それこそ、うん、僕は思わない。この男は結局こういう男なんで変わんない、変わんないと思うんだよね、うん、でも、まあ、それは本人のねどうなのか、60近くまで生きてきて人格は変わんないよね、いくら生き直そうと思ったって、うん、皆さん役者さんはなかなか素晴らしく、いやもうみんな良かったよね、うん、なんか吉本美代を見直したっていう人がなんかレビューで多いんだけどさ、うん、でしかもこれからなんかホープだとか書いてる人いるんだけどホープだ、ホープではないっていうか、ホープなのかもしれないけど、うん、吉本美代結構芸歴長いからね、うん、今さら何言ってんだよって気は俺はするけど、美少国民的美少女コンテストのグランプリなんですね。もうだって芸歴で言えば15年ぐらいあるでしょ、うん、15年ぐらいあるんじゃないかな、うんうん、なんか2014年のテレビドラマで初出演、あそんなないか、だから、うん、10年か、獣医さん事件ですよ、うん、でも同年12月にも映画初出演になる夢はるか初主演みたいですね、うん、悪役もやってんだよもう、あなんだっけ、あの罪の余白、うん、これかなり強烈な映画だって、うん、吉本美優さん完全悪役、うん、あのほらなんだっけあなたの好きなほら内野聖陽さんとダブル主演でやったんだけど、はい、内野聖陽を追い詰めるって役の、面白そう、これすごいでしょ、内野聖陽みたいな結構、まああれはゲイの役だけど普通はほらマッチョ系の役やるじゃない、うんうん、で彼を追い詰めていく役なの吉本美優が、うん、あと最近坂井真紀さんの出演も多いですね、坂井真紀さんよく出られてますよ ね、 出てますね、あと二宮さんご自身で出んのかと思ったら全然出てこなかった、ね、全く出てこなかった、全く出てこなかったね、うん、相当だってね作品全裸監督から、うん、最近でもアンダードッグヤクザと家族新聞記者、うん、ラブライいい役者だよね、僕結構好き、うん、僕あのアーコーヤの役と、うん、あとなんだっけもう一個アンダードッグか、アンダードッグあれが良かったよね、うん、すごく、うんうん、今回でも松重さんやっぱ良かったね、シャーシーっていうよりも本当に田舎のなんかこうバイク屋の親父になっていて、顔までそういう顔になってて、そうですね、すごいよね、そうあれやっぱり柄がそのまんまですよね、なんか大したもんだなと思うよ役者さんって、もう出てきた瞬間シャーシーの親父になってた、ね、シャーシーの親父だった本当に、うん、すごいな役者って思うよね、うん、ということで、うん、いや僕はなかなか面白かったし、うん、なんか見終わった後もずっといろいろ考えてるんだけど、まあやっぱりどう解釈するかは人それぞれの映画だなっていうのはすごい、でもこういうなんか一見難しい企画を木野さんは継続してね、うん、おやりになってるんで、いやあのこういう言い方するのは何なんだけど、お金的に大丈夫なのかなって、ご本体が大丈夫であれば
もうだって卓球から何からバンバン支援されてるの。いや分かってるけどちょっと心配になるよねまあね、同業としてはね、うん、これしかもほらフィルメックスこれ多分この年キノグループがやった年なんじゃない。あ、そうなんですね、うん、なるほど。ちょうどほらあのオフィス来たのが、あの、何、解散して、はいはい、それでフィルメックスそれまでオフィス来たのがやってたじゃん、うん、でそうじゃなくなった時にキノグループが1年だけやったんだけど、うん、その年にこの新人監督賞で脚本がグランプリ受賞したから、それでキノグループが作ることになったんじゃないのかな。ですかね、うん、と思うんだけど、どうなんでしょうか、この推測は当たってんのか。本日は逃げ切れた夢を語ってまいりました。いや、なかなか面白かったね、はい、うん、皆さん、いや、見終わった瞬間は物足んないと思うんだけど、その後いろいろ考えるとその物足んないのが、竹内さん曰く余韻たなびく、余韻たなびくよね、うん、行間あの豊穣だし、うん、だからこう見終わって物足んないっていうのが考えていくと、うん、この物足んないのが埋まってくのよ、うん、もうどうでもいいと思ってるね、うんうん、早く終えてくれ、うん、なんで人が終わろうとした後に喋るんだそれはもうはい、はい、ということで、はい、本日は逃げ切れた夢について語ってまいりました。どうもありがとうございました。